太平洋戦争末期の神戸空襲から76年、神戸市内で今日犠牲者を追悼する慰霊祭が営まれました。この慰霊祭は神戸空襲の悲惨さを伝える市民団体が毎年開いているもので、例年はおよそ100人が集まりますが、今年は新型コロナウイルスの感染対策のため関係者のみが参加し、犠牲者に黙祷を捧げました。神戸空襲は1945年2月から8月にかけ5度にわたり繰り返されたとされていて、犠牲者は8000人を超えたと言われています。今日は神戸空襲を経験した89歳の女性が当時の記憶を振り返り、平和の尊さを訴えていました。忘れてほしくないね、こういうね、ことがあったということを、みんな平和の中で分かってないけれども、本当に戦争って無残なのよ。いつなってもおかしくないでしょ。だからみんながやっぱり賢くないとダメやわ。主催した市民団体は6月に神戸空襲の後をたどるメモリアルウォークを開催する予定です。